アンチ虫続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きで虫をコンプリートできなかったよね。だからひたすら相手を無視しまくれば、ごめん、セリフかぶっちゃった。私はここ545病棟の看護師です。はい。でひたすら無視しまくれば虫がいっぱい集まるのではないのかと思い、まあ、ちょっと進めていきたいと思います。まあ、とりあえず一旦次の画面に移動かな。はいはい。で今んとこ麻酔とスプレー手に入れたから、あとはひたすら患者たちに話しかけていこうか。ゼロイチはもういないよな。お、なんかある。アンチ虫について、これはないもんね。何もなし。出ますか。はい。で2と3はもう最初の方で殺されちゃうから、まあしょうがないよね。残念だけど死んじゃったみたいです。だよね。したらそのまま4行こうか。あ、ここは空き部屋です。お掃除中です。いけなかった。じゃあ5も行けないよな。あ、5はいけないね。じゃあ6からかな。6、まだ気を失っ、あ、まだ気を失ってた。この子と会ってイルちゃんが会って麻酔もらうんだよな。じゃあ7号室から行くか。まあまずはおじさん。はいはいはい。自己責任でしょう。私たちは努力してなんとかなりましたけどね。甘えだと思いますけどね。根性論アンチだな。これで無視する。ああ、そうやって親や周りに文句ばかり言うんですね。無視する。人生の先輩のアドバイスは聞くべきだと思いますけどね。無視する。バカ。怒ってる。もうただの暴言。スプレーをする。うキモー。だいぶキモい。きっしょ。あ、殺したんですね。これは自己責任虫。なるほど。他人の事情を知ろうともせず、自分の武勇伝を語ったりしながら自己責任って責めて気持ちよくなっちゃう症状が出ちゃうんです。じゃあ私はお掃除しておきますね。ありがとう。キモかった。今だいぶ気持ち悪かったな。そうだろ、6起きたんじゃない。まだ気を失、6番まだ気失ってんな。じゃあ次8番の部屋行ってみっか。8、次はカジズさん。名前が呼びづらいぜ。病気とか嘘でしょ。元気じゃん。いいな、俺も仮病で学校休みて、うらやましい。無視する。見てんだろ、見てて無視してんだろ。無視する。おい、どこの病院だよ。本当にあんのか。無視する。嘘つきやる。怒ってる。スプレーをする。うわあ、もう出てくる虫すべてが気持ち悪い。そんなつもりじゃなかったんです。そんなつもりじゃなかったんです。出たー。手のひら返し。あ、殺したんですね。あれ、喋んなかった。これは嘘虫。悪魔の証明を使ってすぐ人を嘘つき呼ばわりする症状が出ちゃうんです。よろしくないね。ガジズさんタイプだったのに、残念。本当にあんなタイプだったの？あんなのが？じゃ。私はお掃除しておきますね。おお、顔がタイプってだけだったのかな。なかなかいい性格してるよな、あいつ。ガチズ、いい性格じゃねえな。悪い性格だわ。じゃあ2階に行こうか。こっからキャラ結構続くかな。9号室。あ、そっか、悲鳴が聞こえて入れないなんて部屋もあったのか。どうやったら入れんだろう。もともと入れないのかな。イリセ、男性29歳。変態か。仲良くなりたいだけなんだ。ねえ。ちょっとした、いたずらだよ。変態じゃないから、安心してよ。変態はみんなそうやって言うんだよ。どういう仲良く。いや、変態でしょ。無視する。ねえねえ。見てよ、この画像。ねえ。無視する。ねえ、どうして無視するの。仲良くしてよ。無視する。うせ、唐突に暴言。スプレーをする。やば。うわー、もうよくわからない。なんだこのおぞましい物体は。
出た、そんなつもりじゃなかったんです、そんなつもりじゃなかったんです。お友達なりたい虫、実際になりたいわけじゃないんだろう。お友達、あ、殺したんですね。これはお友達なりたい虫。お友達になりたいだけって言いながら嫌がらせしてくる症状が出ちゃうんです。告白すぎるだろ、もう絶対友達になんねえし。イリセさんはセクハラタイプでしたが、いろんなタイプがいます。じゃあ私はお掃除しておきますね。いつもありがとな。ろくでもねえ虫が出揃ってんな、おい。やべえぜ、アンチ虫。作者さんもよくここまでアンチに詳しいよな。すげえ。なんか勉強になるもんね、ちょっと。こういうアンチがいるのか、みたいな。メムアちゃんか。はい。あいつ全部加工だよ。マジドブスのくせに認知されたくてコビ店のバレバレでキモー。これなんだろう、承認欲求虫？違う？無視する。何度か言えば？キモいよね。無視する。もしかしてあれ可愛いと思ってる？無視する。うざい。スプレする。結構あっさりいったこの子は。なんだなんだ、まあ、でもなんかだんだんちょっと虫っぽさなくなってきたよな。2階のやつらは結構なんだろう、重症度が増してるって感じなのかな。なんか奇形だよね形が。そんなつもりじゃなかったんです、そんなつもりじゃなかったんです。加工虫。あ、殺したんですね。あ、加工中的な、そういうこと。これは加工虫。加工とか整形に異常に反応して嫌悪を示す症状が出ちゃうんです。あー、でも確かに見るかも。 X でよく見る。じゃあ私はお掃除しておきますね。整形とか逆にな、頑張ったでしょうって思うけどな。なんかそれを否定するのってね、だって痛みに耐えたりとかさ、結構大変なことだからな。なんか素直に逆に尊敬するけどな、俺は。ララか、18歳。たくさんの、あー、あれだ、ファンを使ってなんか別のインフルエンサー叩く子だ。真似しないで。うちが買った服コーデモルパクじゃん。恥ずかしくないの？無視する。ねえ、パクリだと思うでしょ？無視する。ねえ、パクリだと思うでしょ？めちゃくちゃ俺に納得させたいじゃん。無視する。死ね。うわい、本性出してきた。スプレーをする。いや、もう何これ、怖っ。ここ、そんなつもりじゃなかったんで、そんなつもりじゃなかったんです。なんや、死んでるやん。僕が殺したろう思ったのに、もうこの部屋に用ないわ。あれ、もしかしてここで正義のあれかな、分岐すんのかな、ストーリー。あ、殺したんですね。これはパクリ虫。マネーとかトレースだーって大騒ぎする症状が出ちゃうんです。じゃあ私はお掃除しておきますね。あ、なんか討伐抵抗するとあれなんだ、正義なんか出てきてなんかいなくなるみたいな感じなんだ。あ、今12号室だよ。残念だけ。あ、だよね。じゃあ次13か。だからこんだけあっさりだと正義さんあれっぽいな、アンチ虫じゃなくなる可能性ありそう。545、これはいないよな。これ多分イルちゃんの部屋なんじゃねえのか、水色の髪を抜け。あ、でもリディもか。まあ、とりあえず次の部屋行くか。14号室。あ、行っちゃった。まあいいか。ちやほやされて信者ができてよかったね。うん、よかっただけなのに承認欲求強すぎ。見なかったらいいんじゃない。信者なくてファン。無視する。無視する。何、信者の気持ちいい言葉しか興味ないの？無視する。私なんて眼中にないってこと。キモ。まあでも自分のこと肯定してくれるやつの相手しかしないよね、それは。それは当然だよな、何でもそうだけど。無視する。言えらん。急にヒステリック。スプレーをする。うわあ、また謝ってる。そんなつもりじゃなかったんです。嫉妬虫なんだ。殺したんですね。これは嫉妬虫。嫉妬してすぐ信者だのチヤホヤがどうのだの言っちゃう症状が出ちゃうんです。じゃあ私はお掃除しておきますね。看護師さん忙しいな。いや、逆にシュウヤンが有能だからこそこれだけうまく退治できているって感じか。じゃあ15号室、これで今んとこ行ける部屋最後かな。笹は男性37歳。ああ、出た。僕はここの医者さ。困ったことがあれば
何でも聞いてくれ。医者のふりしてたやつだ。無視する。大丈夫、怪しくないよ。無視しないでいい。無視する。どうなっても知らないぞ。怒ってる。死ね。アンチ無視、最終的に死ねとかブスとかさ、バカとかってなんか急になんか知能レベル下がる暴言吐くような。スプレーをする。もうどういう生き物なんだろうか。そんなつもりじゃなかったんです。あ、殺したんですね。これはなりきり虫。医者や専門家や友人や家族になりきって人間関係をかき乱したり嘘を吹き込んで混乱させたりする症状が出ちゃうんです。じゃあ私はお掃除しておきますね。実際にこういう人間がいるってのが恐ろしいよな。怖い。でもこれでとりあえずほぼ討伐したんじゃないか。シュウヤン、扉が開きません。あ、待てよ、これで1階に戻ればいいんじゃないか。まだ気絶してる子いるよな。行けるようになったかな。6号室ここでしょ。あれ、まだダメ。まだ気をし、ダメじゃん、会いに行けない。あとはこっち。何、私は面倒が嫌いなんだ。要件だけ話してくれ。鍵のかかった階段は、死んだ患者はどこへ、スキャン飲むの、特になし。鍵のかかった階段は関係者以外は立ち入り禁止だ。あ、でもこれで今行けるようになった。ストーリー分岐した。さすがにもう6号室行ける。あ、ダメだ、ま、え、地下行っていいのかな。ちょっと待って、はいはい、じゃあ一回セーブしたし、ちょっと地下行ってみるか。あ、あれ行けね。あ、なんだっけ、リリーに一回会わなきゃいけないのか。じゃあ2階に行く。うわー、どうやって会ったか忘れたな。005室行けばいいのか。ここか。扉が開きやすせん。となると、あとどこだっけ。 9? うわ、ちょっとリリー探してくる。待ってて。はいはいはい、リリー見つけた。なんかセリフが変わってる。なんだ、難しなかったんだ、残念。この整った顔がどんな風に歪んで崩れるのかすごく楽しみだったのに。他の病室回ってこようっと。わっ、顔踏んじゃった。床に転がって死んでるからだよ。生きてる間に踏んでみたかったな。とんでもないな、言ってることが。じゃあね、君も素敵だね。もしかしたら絶対リディに会いに来てね。死ねえよ、虫か。やめろやめろ、余計な勧誘するんじゃない。え、これで行った？それとも9号室空いたりする？未だに行けてないんだよな。行かないか。じゃあこれで地下室行けるようになったのかな。00号室は？あ、やっぱり行けない。あ、じゃあ多分これで地下室行けるようになったのかもしれない。あ、でもない。 5? なんか変わったりする？あ、いや、今度こそ6が行けるようになったか。やっぱもう6は無理なのか、それか。あ、ダメだ。まだ。あ、6はもう行かせてもらえないのかな。それとも選択肢をミスったか、シュウヤン。じゃあ最後。あ、誰もいない。あ、ってことは地下行けるようになった。あ、行ける。来いよ。ここは果て。こうセリフ一緒だね。じゃあちょっといろいろやってって最後正義がどうなるかだけ確かめるか。じゃあ一応話しかけてくよ。もうこれ離れるでしょ。多分全員離れちゃえばいいんだと思う。俺たちは離れる。あのボーナスステージで見たことが本当だったら笑っちゃうけどな。お米保温忘れたとかさ。地下への鍵開いとったわ。ここか、果ての収容室いうんは。さあ、どうなる。あ、おーおー、見にくいな。虫に心食われて虫けらになった人間いうんは、そんな惨めな姿なって。いや、姿だけちゃうな、惨めな人生になって。生きてて楽しい？もう死にたいんちゃう？僕は君らみたいな社会のゴミを掃除してんね。生き物の命なんて平等ちゃ。
迷惑してる生き物なんて死んだ方がええ。せやろ？君ら全員、殺しに来たんや。ちょうどよかった！ああ、ここはルート一緒っぽいな。変わらないか。こいつはここでいいだろ。うん。正義ちゃんは地下の部屋に入院してもらいましょう。変わらない。じゃあちょっと一回先に進むか。ちょっと待ってて。はいはい、とりあえず終わった。一応全部見てっか。もうこれでおしまいなのか。あ、誰もいませんになってる。あ、ダメか。もうこのままエンディング迎えちゃうっぽいね。難しいな。なんかしら分岐あるのかな？普通に一本道なのかな？お、Q 入れる。Q 入れるけど誰もいない。なんやそれ。じゃ、一旦もうこれで終わりなのか。今はか。じゃあ、お見舞い、そのボーナスステージ行ってみっか。どっかでやれたのかな？ちょっとボーナスステージまで行くか。ちょっと待ってて。はいはいはい、戻ってきた。じゃあちょっとボーナスステージ見て確認してみっか。虫コンプリートしたかな？1号室だっけ？あ、はい。お金虫。あ、待って、おこれ、見たよね、これ。どういうこと？別にこれ埋まるわけじゃなかったってこと？シュウヤン頑張って集めたけど。悲しすぎん？そんなオチ。セーブしてなかったのか、そういうことなのかな、もしかして。はい。ということで、アンチ虫、ここまでにしましょうかね。なんかシュウヤン多分なんかミスってる感じがあるんですけども。まあ、とりあえずみんなこのゲームを通して、アンチというのは一体どういうものなのか学んだのではないでしょうか。まあ、一度ね、自分の胸に手を当てて、ここのゲームに出てきたキャラクターたちと同じ行動、もしかしたらどっかのインフルエンサーにしてないかな？なんて思い浮かべてみてはどうでしょうか。みんながアンチ行動をしてないこと、シュウヤン祈っております。はい。それではシュウヤンでした。またね。